はいどうも、いつきんです。本日もエピックセブンやっていきたいんですけれども、早ですね、前回の公式から2週間経って、明日19時から、公式のエピックセブン情報局ありますので、皆さんお忘れなく、一応ね、概要欄に URL 貼ってますので、当日はそちらの URL で番組をご視聴ください。というわけで、本日なんですけど、昨日投稿した動画でも言っていたんですけど、モルトをですね、使っていきたいと思います。まだ全然信頼度とか上がってない状態なんですけど、スキルはまあ最低限、振っております。で、モルトなんですけど、まあ、今回は、モルトの紹介というよりかは、まあ、列車をね、主に、紹介していこうかなという感じにしております。まあ、モルト強いのは強いんですけど、どっちかというとサポート寄りというか、まあ、HP をガンガン列車で削っていくタイプの英雄になるので、まあ、モルトともう一人なんか合わせて使うっていうのが基本の使い方になります。で、ステータスの方ですね、こんな感じにしております。まあ、ちょっと防御力を、意識した感じですね。生命力もう少しね、欲しいんですけど、火力も求めるとどうしてもね、これぐらいが限界に、なってしまいます。で、スピードはね、やっぱりね、これぐらいないとなかなか厳しいと思います。やっぱりね、あと後手後手になってしまうと先にね、倒されちゃったりとか、思ったよりも HP 削られたりするので、なるべくね、中速ぐらいにしております。装備はね、苦労しましたね。列車セット。まあ、モルトといえば列車でしょうということで、まあ、スキル3にも列車がついているんですけど、まあ、スキル3の回転はそんなに速くないので、まあ、スキル1でも、列車をね、相手に与えれるように、列車セットにしております。一応、もう一セットは免疫にしてるんですけど、まあ、これ別に免疫じゃなくても、いいと思います。僕はね、たまたま、良さげなやつが余ってたので免疫にしてますが、まあ、防御セットとか生命セットとかでもいいのかなと。まあ、今ね、今の環境、だいたい免疫剥がしてデバフ入れてくる環境なので、正直免疫つけててもあんまり、意味はないのかなっていう感じはします。というわけで、このモルトをですね、使ってちょっと、闘技場ね、やっていきたいと思います。はい、では1戦目になります。今回の相方は、まあ、防御を固めるために闇セシと、ドリス、そしてモルトの相方には、闇ラビー、昨日に引き続き、使っております。まあ、列車がね、重ねて入れれるのと、まあ、一撃がでかいというところで使ってます。で、基本的な戦い方は、もうとにかく列車で相手の HP を減らすだけ。で、減らしてしまえば、メイドクルーへの復活とかを入れられても、HP は減ったままなので、そのままね、また倒しきるっていうことも簡単にできます。で、今回は闇ラビー使ってるんですが、闇ラビー以外でも、最近だとルナとかね、一撃がでかいので、相性いいと思います。さあ、スキル3を打って、もうすでにレムの HP がだいぶ減ってますね。もうこれだけ減ってれば、剣バフとかなくても一撃で取れる圏内なので、まあ一撃がある程度ね、1万ぐらい出る英雄であれば、モルトの相方としては使えると思います。ザ子供よ。で、今回相手にも闇ラビーがいて、まあ、最近というか、まあ、強くなったのでね、闇ラビーを防衛に入れる人ってガンガン増えてくると、思いますし、もうすでにね、結構、見かけるんですけど、こういった生命力で火力が上がる英雄、まあ、他にもね、いろいろいるんですけど、こういった英雄にも、モルト、まあ、熱傷は有効になってきて、HP 減らせば減らすほど、相手のダメージは減っていくので、闇ラビーとかにも結構モルトはカウンターになると思います。で、今回、後の試合でも、あるんですけど、ラストライダー食らうとかもね、あれもスキル3が生命力依存なので、HP を減らしておけば、スキル3のダメージも抑えれると。まあ、結構ね、ラストライダー食らう後回しにしがちなんですけど、結構スキル3をガンガン打ってきて痛いっていうことが、あるんですけど、そういったところもダメージを抑えれるというところで、なかなか、列勝はね、強いと思います。で、結構忘れがちなんですけど、ボルトの、狂気というバフがついている状態だと、スキル1の防御力ダウンが効果抵抗無視になります。これはね、皆さんレムで体験してると思うんですけど、効果抵抗無視の防御力ダウンってめちゃくちゃ痛いので、めちゃくちゃね、強いんですよ、実は。まあ、最近はね、もうほんとレムの特権みたいになってるんですけど、一応モルトも同じような、動きができると。
特に闇ラビーとかね、抵抗型が多いと思うので、まあ、そういった闇ラビーにも刺さるので結構、使えるのかなと思います。もう闇ラビーじゃもう HP 半分近くまで減っちゃってますね。モルトと闇ラビーの2人でね攻撃すればもうガンガン HP 削れるので、もうここまで減れば相手の闇ラビーの火力も全然出ないので、で HP を減らしたらあとはスキル3でワンパンしていくっていう感じですね。まあ、大体1万から1万2、3000出れば、HP 半分まで減らせばね大体の相手をワンパンすることができると思います。はい、という感じで HP をガンガン減らして勝利と。はい、2戦目になります。今回ルエルですね、まあ、ルエル苦手な人って結構いるんじゃないかなと思います。まあ、復活がね厄介で、結構削ってから削って削ってもスキルさんのクールタイム開けててまた復活されるみたいなね、長期戦を求められる英雄なんですけど、こっちもね長期戦覚悟で HP を削っていきます。で今回はポリティスとラストライダークラウですね。でこういう編成戦うときはですね、まず一番痛いのが、クラウのスキル3なので、クラウの HP をあらかじめ減らしておきましょう。そうすればねスキル3いくら打ってきてもそんなに痛くないので回復追いつくと思います。ザルエル回復入れますけど、もう HP 減ってるんで、まあ、そんなに回復しないと。で、昨日もちょろっと言ったんですけど、ポリティスに対して、モルトはなかなかタンク性能が高いと。スキル1をね無償で受けれるので、スタンせずに受けることができるのでなかなかいいです。さあ序盤はね結構不利なんですけど、こっからですね、ガンガンシールドを削ってから HP を削っていきます。ちなみにこの、試合もですねめちゃくちゃ長いです。昨日に引き続きね、まあ、どうしても列車系の英雄はね試合時間が長くなってしまうんですけど、ご了承ください。まあ、ちょくちょくねカットして、HP を削っていきたいと思います。特に相手にポリティスがいると命中ダウンがついちゃうので、ちょっとね 1,2 ターンぐらい相手の HP 削るのが遅くなったりしますね。まあ、時間はねじっくりかけていいので、しっかりとね闇セシを回復して、タンクとしてね、置物にするのが大事です。さあこの反撃率、まあ、30% なんでね反撃セットよりも高いと。そしてエルブリスでも反撃をしていく。もうもう HP 半分近いですね。もうここまで来れば、まあ、ワンパンはちょっと厳しいかもしれないですけど、かなり削ることができるので、まあ、クラウはね、もう HP、あと1、2発入れればいいかなっていう感じですね。で、クラウを減らしたら、次にルエですね。まあ、結局、復活はね、時間余計かかっちゃうので、ルエルの HP 半分にしてワンパンしていくっていう感じが理想的ですね。貴様の命はここまでだ。これでどうだ。さあここからルエルを削っていきます。まあ言うてもルエルも HP もほぼ半分近くになっております。さあ、クラウの HP が12,900、3000しか食らいませんね。だいたい5000から6000食らうんですけど、半分まで減らしたのでダメージもや、約半分ぐらい。ここまでくればね回復追いつくんで全然怖くないですね。雪の音を止めてやろう。さあ、一撃で、ルエルを倒していって、もうルエルを倒せばねあとは HP をほとんど減ってるので、ガンガン削っていきます。もうここまでくればほぼ勝ちというか、まあ勝ち確ですね。まあ、HP 半分しかないので、かわいそうなことになっていますが削っていきます。何をね使っててやっぱり動きがあるパーティーなので、時間はかかるんですけど楽しいですね。じゃ全体攻撃打ってくるが、相変わらず3000くらいと。バフを入れて、あポリティスがね反応しちゃうんですけど、まあ一旦クリティカル抵抗バフがつくので、まあ、全然反応してもいいかなっていう感じはします。
運命を試してみたいのか、まあ、おまけ程度の効果として、見ておくのがいいのかなと思います。で、モルトスキル3で一応 HP 回復がついてて、だいたい5000ぐらい回復するので割と面白いですね。結構こう回復が追いつかないかなっていうところで、逆転してね回復できるので、そういったところも割と使いやすい英雄なのかなと思います。はい、という感じで、ルエル戦もね、無事、HP を削り切って、勝利することができました。はい、3戦目になります。今回は列勝3人で、いきます。で、相手がもう耐久型ですね。もうガンガン、回復して、ルエルで復活してみたいなパーティーになります。まあ、こういうパーティーはね、ほんともう時間をかければ絶対に、この列勝パーティーなら、負けることはありません。で、さっきと同じようにまずクラウの HP からね、削っていきます。今回もね使ってて面白い、楽しいパーティーだと思いますよ。反撃がね、イリーナ部も、エルブリスをつけていますので、反撃が出るはずです。で、今回光が2人いるので割とラビーちゃんが壁になってくれますね。なので、かなりアクションゲージアップがね発動しやすいので、行動回数もね増えると思います。イリーナ部からのモルトもね強いですね。クリダメアップのバフをつけれるのでかなりダメージ伸ばせるんで、一気に HP 削ったりもね、できると思います。ちょっとねポリティスいるとなかなか狙いづらいですけどね。もうこの時点で相手の HP がね4分の1ぐらいもう減ってるので、この削りの速さはねかなり楽しいですね。反撃が出てさらに削っていく。イリーナ部もね結構空気なんですけど、まあポリティスのせいでねちょっと活躍の場が減ってるんですけど、全然強いんですけどね。運命を試してみたいのか。さあクラウはもう HP 半分になりましたので、ルエルですね。でこれ狂気がついてたのでルエルに確定で、まあ 50% っていう確率なんですけど、まあ、根力を使えば 100% で防御弾を入れることができます。まあ、今回はたまたまね、狙ってないんですけど入りました。ザ子供よ。なんで割とですね、モルトで防御弾を入れてラビーとか他のアタッカーにつなげるみたいな動きも期待できるので、今回はねあくまで HP 減らして倒すっていうコンセプトでやってますけど、割とそういう使い方も面白いと思います。さあもう相手の HP は半分になってますので、もうほとんどワンパンできそうな感じがしますね。まずは回復吐かせて、まあ、回復してもね、どっちみち HP9000 しかないんですが、さあ次はデスティーナの HP 削っていきましょう。さあ反撃、私の後について来い。イリーナはねこのスキルにはね根力1でね毎ターン使えるのがめちゃくちゃ強いですね。さあデスティーナも HP 半分ですね。もうそろそろ攻撃に転じてもいいかなっていう HP です。貴様の命はここまでだ。せっかくなんでポリティスも減らしていきます。クラウが HP12000、 まあ、ダメージもそんなに、はい、3000ぐらいですね。さあルエルが復活を入れますが、ルエルの HP9900 ってなかなか見ないですね。これはポリティスに使いますね。これでもう回復吐き切ったんで倒していきましょう。もう諦めたりはしません。みんなお手伝いお願い。なんだこい、お前たちには死を与えよう。わらわが相手する。さあ残り9000なので、ラビーちゃんで取れるかなと思ったんですけど、案外硬いですね。かなり防御に特化したルエルなのかなと思います。なので列勝に対する回答は、まあ、HP 増やすとね減らされちゃうので、防御を増やすことで、割と対抗できるのかもしれませんね。なのでちょっとねヒーラーのビルドとかもまた考え直さないといけないのかもしれません。とはいえ、かなりね相手の回復はもう回復の機能なしてないので、削り切れると思います。わらわが相
相手する。これでどうだ。さあ、なんとかルエル倒せましたね。なかなか硬いルエルでしたね。さあモルト HP がちょっと怪しいんで、全体打ちたくないんですけど、打っていきましょう。5600回復。いやこれのおかげでねだいぶ安定しますね。さあデスティーナが回復するんですけど、残念ながら回復できる HP には上限があると。これは取れるかなと思います。取れませんでしたね。硬いですね、この人は。だいぶ全体的に防御力が高い編成だったのかなと思います。こういうパーティーは嫌やね、列車は。不利というか、まあ時間がね、かかっちゃうので。そう考えるとちょっと不利なんですが、まあ結構耐久パーティーには刺さるという編成でした。はい、というわけでモルトを使ってみたんですがいかがだったでしょうか。まあ、いかんせんね画面が地味なんですけど、割と使ってる側は反撃がね、いっぱい出るんで楽しいんですけどね。画面映えはあんまりしないんですが、こんな感じで使ってみました。モルトはね、まあ、どっちかというと、まあ、闘技場でも全然使えるんですけど GVG の方がもしかしたら使いやすいかもしれないので、まあ、ついこの間ね完成したんでまだあんまりまともに使えてないんですけど、次回以降ね、ギルド戦でもちょっと使ってみようかなと思います。やっぱポリティスを受けれたりとか、まあ HP をね、強制的に減らせるんで、まあ3対3だったら、自分で自己回復もできるし、反撃もできるしで、なかなか、使い勝手は良さそうかなって思うので、で、特にこの、スキル2のね、パッシブ、これがまあ 50% の確率なんで、やや運なんですけど、まあ、クリティカル抵抗アップっていうことなんで、ルナとか、あと、ギュンターとか、あの辺のなんか、クリティカル出ないシェナとかね。まあ、シェナとモルトは因縁があるので、まあ、その辺と組み合わせたら、また面白い動きが、できるんじゃないかなと思うので、ちょっと、このシェナ・モルトとか、モルト・ギュンターとか、モルト・ルナとか、で、ギルド戦。モルト・ルナはね、ギルド戦かなり強そうな気がするので、ちょっとやってみようかなと思います。また、面白い絵が撮れましたら、動画の方を投稿したいと思います。というわけで今回モルトを紹介してきました。列車はね、なかなか手出しにくいと思うんですけど、めちゃくちゃ使い勝手はね、いいので、ぜひ余裕ができたら皆さんも使ってみてください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。